そういうことか。たまたまこのタイミングでやったってこと？注文してないよ。見た目で決めちゃダメだよ。してなかった。そこのヘビ、何か言いたげだな。さっきムカデが持ってた解毒剤の瓶、その人工温泉用の解毒剤瓶なんだよ。ギク。あ、ムカデが取った件、解毒作用がなくなったってこと？え、旅館の備品を？ってかどうやって入ったの？最後のボール、あ、最後のボール持っとる件ってこと？人工温泉に含まれる4つの瓶のうちの1つ、解毒剤をムカデが盗んだってことね。なぜそれをもっと早く言わなかったのだね。人工温泉に関することは旅館内の機密事項だから黙ったんだよ。あ、おかみだけじゃなくて普通に従業員たちも知っとることなんや。もう人工温泉がバレちゃったから話すことにしたよ。ムカデが解毒剤を取り除いたからシェフが毒で死亡した。だったらムカデが犯人で決まりだね。これで容疑が晴れたよ。まあ、ポイズンスネークの毒には変わりないんだけどもね。いやいや、発想を逆転させたまえ。ポイズンスネークの容疑が深まったのだよ。いつもなんか余計な逆転するね。解毒剤が取り除かれたということは温泉での毒殺が容易になったことを意味するだろう。普通に考えて犯人は解毒剤瓶を取り除いたムカデだよ。解毒剤さえ効いていればシェフは毒死しなかったんだから。死因は毒死なのだから実行犯はポイズンスネークだろう。ムカデはあくまで解毒剤を取り除いただけ。まあ別件の窃盗犯ってところだな。そういえばムカデが言ってた新しいビジネスって、その解毒剤売るビジネスなの？5000ゴールドのバールを2500ゴールドに値下げして代わりに解毒剤を500ゴールド売るビジネス。あれ？何も儲けてないけど。矛盾している。5000ゴールドのバールを2500ゴールドに値下げして代わりに解毒剤を500ゴールドで売るビジネス。損失は2000ゴールドの赤字だね。そうだよ、もっと儲かるどころかこれじゃあ2000ゴールドの損失になっただけだよ。解毒剤瓶を500ゴールドで売るだけなら確かに元は取れない。だったら他の瓶も盗んでいたのではないかね。人工温泉の瓶は確か4つだったよね。ヘビ探偵のせ調査記録によると今現在ちゃんと4つあるみたいだよ。今現在ちゃんと4つあるってどういうこと？解毒剤瓶は戻したの？矛盾している。ん？矛盾してるって？人工温泉に瓶が4つあるのは正常な状態よ。瓶の数が多いってことだよね。瓶の数が多い？そうだよ、解毒剤瓶はムカデに抜き取られているはずだから瓶の数が4つ全て残ってる状態の方が異常なんだよ。まあ4つ全て残っているんなら俺は関係ないってわけだな。解毒剤瓶を抜き取ってないってことだからな。お、警察犬が、警察犬が地下に潜っちゃったよ。危険物でも察知したのかもしれん。まあなんかいっぱいいろいろあったけん、何あれ、なんか毒々しい。ガウガウ、なんか瓶を加えてきたぞ。これは毒の入った瓶ですね。解毒剤を取り除いて毒を入れたってこと？最悪やん。え、そうか、この毒瓶が謎の4つ目の瓶。犯人は解毒剤瓶をこの毒瓶にすり替えたんだよ。瓶をすり替えるだけならポイズンスネークじゃなくても温泉で毒殺が可能になるわね。ぐ、そうなると解毒剤を毒瓶にすり替えた犯人は当然、まあムカデですね。毒瓶を証拠品としてムカデに突きつける。そうだよ、元の解毒剤瓶を持ってたムカデが毒瓶にすり替えた犯人だよ。その推理には致命的欠陥がある。事件前に地下への階段前には鉄格子があったはずだよな。つまり現場は密室のようなもの。地下に降りれないのに地下の人工温泉で瓶をすり替えるなど不可能だ。でもムカデじゃないの？最後のバールを持ってたのは。あんたには最後のバールがあるじゃないの。なんかいいね、探偵以外も異議を唱えてくれる。そのバールで鉄格子を破壊すれば地下に侵入できるじゃない。最後のバールならそこのヘビ探偵に打ちまってよ。1個しかないの？つまり俺が地下に降りるのは不可能だ。売る前に鉄格子を叩き壊しておけば地下に入れるでしょ。なんかもう私の出番がないんだか。減るもんじゃないんだし。減るもんなんだよ、バールは消耗品。扉を破壊した衝撃でバールごと壊れる仕様だ。そうなるとムカデが鉄格子を破壊するタイミングはなさそうだよ。破壊する以外に鉄格子を超える方法があればな。何、最後のバールを使用せずに鉄格子を
乗り越える方法は、この選択肢は遠回り近道のルート選択が可能。遠回りして何があるんやろ。もっと細かいことが分かるとかそういうこと。すり抜け近道ルート、鍵を開けて侵入が遠回り、すり抜けショートカットが近道。でも鉄格子毒、そっか蛇じゃないけんすり抜けられるんか。鍵を開け、どうやって鍵持ってたんだとりあえず遠回りで細かく聞いてってみる。そうだよ、鍵を持ってる人物なら地下に出入りが可能だよ。だったら誰が鍵を持っていたというのだね。旅館の誰かじゃない。そのようだな。そこの地下への鉄格子は旅館側が設置したものだから、鍵を持ってるのは当然旅館側だろう。そうなると地下人工温泉に毒瓶を仕込んだのは旅館サイドの誰かってことだよな。集客目的の温泉に毒なんて仕込むわけないでしょ。それに殺されたのはうちの従業員なんだよ。旅館にとってリスクにしかならないわ。いや、1名だけシェフを殺す動機のある者が旅館側にいるのだよ。誰なんだい。え、もう一人のヘビ。そこのヘビ従業員だよ。違うよ、なんで同僚のシェフを殺すのさ。先ほどの女将の発言を聞く限り、ヘビの従業員のうち大事にされていたのはシェフの方だ。その恨みがシェフを殺害した動機として考えられるのだよ。殺してないし恨みもないよ。ダメだよ勝手に決めちゃ。ヘビ従業員は無実。適当なこと言いよって。それに毒瓶とすり替えられるものは他にもいるのだよ。誰なんだい。もちろんそこの探偵気取りのヘビのことだよ。出たよ、探偵のせいにするパターンそんなパターンある。地下の人工温泉を見に行った張本人がそのヘビ探偵なのだから、毒瓶のすり替えは可能だろう。まあポイズンスネーク、ヘビ従業員、ヘビ探偵、いずれにせよ犯人はヘビで決まりってことだ。違うよ、犯人はムカデだよ。地下にあるはずの解毒剤瓶を持っていたんだから。犯人がすり替えた後の解毒剤瓶をムカデに拾わせれば済む話ではないか。そうだった、俺はその辺に落ちてた解毒剤瓶を拾っただけだ。何その確かにそうだ。別に今のは記憶を遡ったわけではないよね。今の発言をヒントにして言ったよね。そんなの後付けだよ、誘導だよ。とにかくムカデは地下に侵入できなかった以上、毒瓶を仕掛けるのは不可能だ。地下には鉄格子があったんだからな。バールのスペアを持っていた鉄格子を開けずに地下に侵入した、まあ、さっきのすり抜けっていうことやろうね。鉄格子を開けない。そうか、鉄格子に塗られている毒はあくまで蛇特化の毒だよ。つまりムカデならサイズ的にも鉄格子をくぐれるはずだよ。ふその程度の手口、刑事さんならとっくに気づいてるはずよね。そうだよ、まるでムカデが通過できることを知りながらヘビに罪を着せてるように見えるよ。そんなこと議論には関係ないだろう。今は毒瓶の話だ。いや、濡れ毛に着せされるとしとるのにね、関係あるやろ。とにかく地下に侵入して人工温泉の解毒剤を毒瓶にすり替えたのはムカデしかいないよ。ぐもうムカデの犯行は確定ね。刑事さん、さっさと逮捕しちゃってよ。なんでムカデをそんなにかばうの。いいや、犯人はポイズンスネークだ。え、どうしてだい。どう考えてもムカデの犯行じゃないのさ。うん、今の間は一体。そうだよ、いつもいつもヘビばかりに理由もなく罪をなすりつけて。理由ならあるのだよ、三つもな。え、うわー、まだまだ先は長そうだな。さすが無敗の刑事、いい仕事するじゃねえか。まず第一に、ムカデが鉄格子をくぐれるのは事実だが、それを言うならポイズンスネークも毒耐性がある以上鉄格子をくぐれるはずだ。くぐってないんだけどねゆるーい。二つ目の理由、この閉鎖された旅館内では毒の調達自体が不可能だ。初日にムカデの荷物検査をした件は覚えているな。確かムカデの荷物からバールが発見されたとか。発想を逆転すればバール以外の危険物は見つからなかったってことだ。つまりムカデは毒を所持していない。そうなれば毒を調達できるのは体内に毒を持つポイズンスネークに絞られる。そして三つ目の理由、そこの蛇の死骸を見たまえ、何か訴えようとしてないかね。これは数字の9、ダイイングメッセージだよ。この9という数字が犯人を示しているのだよ。これがダイイングメッセージ？
こじつけにも程があるよ。まあ亡くなったらこういう形になるのでは。最後に真実を語るのは数字なのだよ。どんだけ数字好きなの。数字は嘘をつかないからな。またゲーム感覚で推理するつもりだね。被害者が蛇だからって。その被害者自身が数字の形を知るのが悪い。悪い？最悪やん。ゲーム感覚での推理は被害者降臨なのだよ。そんなことはないと思う。こんなダイイングメッセージ、捜査を遠回しにしたい口実だよ。相手にする必要ないよ。ダイイングメッセージを信じるしかないじゃねえか。捜査が遠回りになるだけだと思うな。これがダイイングメッセージだとして、まずこの9って数字が何を表しているのよ。このダイイングメッセージが示すものは、わからない場合は適当で OK。 何のダメージも受けんってこと？犯人の攻撃力、犯人の部屋番号、犯人の口座の暗証番号。ポイズンスニープにそんな攻撃力なかったもんね。部屋番号ってこと？でも部屋番号、そんな数字あったっけ？そうよ、この数字、部屋番号を示してるのよ。部屋番号？部屋番号なんていちいち覚えているものかな。うちのシェフはデリバリーもするから、誰が何号室の客か把握してるはずよ。つまり犯人は9号室の客ってわけだ。9号室って確かポイズンスネークの宿泊部屋ね。そうやったん。そう、ポイズンスネークに殺されたから9の形になって死んだわけなのだよ。違うよ、殺してないよ。とぼけても無駄だ。お前の悪事は9という数字に集約されているんだよ。つまり犯人は9号室のポイズンスネーク。6号室の俺には関係ない話だ。じゃあ6じゃないこれ。どっちから見るかじゃない？意義あり。セーブもできるんだな。なるほど。とりあえず一旦セーブしよっか。ついに推理パート本番でのセーブに踏み切っちゃったよ。セーブ後に意義しなかったことに3ダメージが飛んでくるから要注意だよ。とりあえずセーブ画面開くわね。セーブおしまい。意義しなかった分の一発よ。殴られるの？意義ありの場面でいぎらなかったため3ダメージ受けました。つまり犯人は9号室のポイズンスネーク。6号室の俺には関係ない話だ。何回でもセーブできるよね、ここで。意義あり。だったらそのダイイングメッセージが何号室を示しているのか言ってみろ。自分でわからん？わかるやろ。このダイイングメッセージが示す本当の部屋番号は、発想の逆転ではなくストレートの逆転で。6号室。そうだよ、逆から見れば6にもなるよ。確か6号室の客は向かいだったわね。いやいや、どう見ても9だろ。手前から読めるようにするのがダイイングメッセージの礼儀だ。死ぬ直前にそんな礼儀とかがある？筆者の意図を読み解くと、これは9を表現してんだろうが。筆者、水面の上の死体なんだから向きが変わっててもおかしくないよ。ぐっ、そういうこと？向き自体は意識しとったんかな。議論の流れも逆転したよ。まだだ、そんな推理憶測に過ぎない。よく考えてみれば、死ぬ間際の短い時間に部屋番号なんて回りくどい情報を残すか。よく考えなくてもだけどね。ストレートの名前の手がかりを出せば一発じゃねえか。それだったらムカデの無で結局6が最適解だよ。確かに。もういい、ダイイングメッセージなんて憶測に過ぎん。考えるだけ時間の無駄だ。自分が不利になったけんって。ダイイングメッセージの推理は終わっちゃいない。ち、無駄なこと。どんどん捜査が遠回りになっちゃうよ。遠回りになってもムカデの犯行を暴けるなら、ダイイングメッセージを信じるしかないよ。仮にそれがダイイングメッセージだとして、犯行は地下での毒瓶すり替えだ。温泉に入ってる被害者が地下にいる犯人を知ることなんて不可能ではないか。途中で入ってきたのがムカデだけとか。確かに温泉から地下のムカデの犯行を目撃するなんて無理だな。もともと潜んでたのか。シェフがムカデの犯行に気づいた理由、わからない場合は消去法で。ヒントちゃんと出してくれるぜ。いっぱい予知能力者だった。犯行前からムカデを不審に思っていた。シェフの気まぐれ。シェフの気まぐれ、ここで。予知能力者ではないだろう。シェフの気まぐれでもないんじゃない。犯行前からムカデを不審に思っていた。殺害される前から不審に思ってたな。
そのジェフは予知能力者か。まだ情報が足りないな。さらに過去の状況から遡って考えるべきだよ。それじゃあ推理がますます遠回りになるわね。これが遠回りの方を選んだからこういう風になってるってこと？殺害前のシェフとムカデの様子を思い出してみるよ。ムカデは封鎖された裏口のところで見かけたよ。うんうん、その時に最後のバールを買い取ったよ。そんなところで何してたのよ。いや、脱出できないか確かめてたんだよ。旅館の爆発は明日、脱出ルートを探すのは理由として真っ当だろ。ムカデが裏口にいた理由として現状を考えられそうな理由は、脱出が目的、金の扉が目的。そうだね、ムカデは鉄格子を通過できるから、その先の扉の純金を採取してた可能性も高いよめちゃくちゃ金の亡者やん、このタイミングで。あとは被害者シェフの行動も思い出してみるべきだよ。シェフは料理で忙しそうだったわね。ほぼキッチンにいたわ。そういえばパスタの調理で忙しかったとか。作業前にシャミもあるけど、何か手がかりはないかしら。瓶が1個減ってる。間違い探したね。何か違和感があれば手がかりになりそうだよ。パスタの数が違うよ。パスタを調理してる風景だから、パスタが増えるのは当たり前でしょ。パスタ以外で違和感を見つけなさいよ。パスタ以外で違ってる部分は、瓶の数。瓶の数？確かに数が減っているが、それに何の意味があるのだね。それに毒を詰めたんじゃない？瓶といえば当然これだ。瓶といえば、殺害されたの、毒瓶。地下人工温泉に設置されていた。そうだよ。瓶といえば、今回の凶器、毒瓶だよ。そしてその瓶を抜き取ったのがおそらく、ムカデ、シェフ、ミミズ。ここでミミズが出てこいよね。わからない場合適当で OK？ マジで？おそらく、ムカデ。そうだよ。おそらくムカデが毒瓶を抜き取ったんだよ。凶器は毒瓶でも、台所からなくなったのはただの空き瓶だ。肝心の毒はどうやって調達するんだね。まさか台所に毒もセットで置いてあるのか、この旅館は。こいつのスネークからどうにかして絞り取ったのでは。あるわけないでしょ。毒を調達した場所は、証拠があるか。毒を調達した場所、旅館の機密事項、旅館の呪い、地下人工温泉などの情報は口外禁止。入浴制限、蛇同時2匹まで。これでポイズンスネークとムカデが一緒に入ったとか。違うか違うか。温泉に解毒作用、ハンターが殺害。蛇特化の毒が塗られているため蛇でもくぐれない。鉄格子から採取した。鉄格子？そうだよ。鉄格子からは蛇特化の毒が流れる仕様なんだよ。その鉄格子の毒を空き瓶に集めれば毒瓶を確保できるよ。それで鉄格子の前におったんや。簡単に言ってくれるが、鉄格子の毒を瓶に抽出するって大変な手作業だろ。大変な手作業でもムカデは手の本数が多いから毒の抽出は可能だよ。ムカデが長時間鉄格子の前にいたのは、毒を空き瓶に抽出する作業に忙しかったからだね。台所にいたシェフにはムカデが空き瓶を持ち出したことを知ってたはず。その時に注意せんかったんかな。そして空き瓶を持ち出したムカデが毒の鉄格子の前に謎の手作業。それじゃあ犯行前からムカデを不審に思うはずだよ。そうなると人工温泉の毒化計画まで予測していてもおかしくないわね。その推理には大きな矛盾がある。刑事は邪魔しかしてこないんだけど。シェフがムカデの犯行を予測していたのなら、こうしてシェフが死ぬはずないだろう。温泉の毒化を予知していたのなら、危険な温泉に入らずムカデを告発すればいいではないか。旅館内には警察もいるというのにな。まあ、信用されてない。シェフが人工温泉に毒を購入させる可能性のあるムカデを告発できなかった理由は、告発できなかった理由、やっぱあれか。どこ行った？
え、ないやん。思っとった理由がないんだけど。なんかパスタを作るのに忙しかったみたいなのなかった？あ、これか。旅館の呪い地下、人工温泉などの情報は公害禁止やけん、人工温泉の話ができんかったんや。そうだよ、地下に出入り可能なムカデは人工温泉の存在を知っていた。下手にムカデを告発すれば人工温泉の情報が漏れることにつながるから、黙ってるしかなかったんだよ。それでも死の危険を犯すぐらいならムカデを告発するべきじゃないの？ムカデが犯行に及ぶかはその時点では想像の域だよ。前日に誤認逮捕があった件も含めて、従業員としては客を疑うことはしたくなかったと思うよ。従業員の鏡だね。本当に従業員の鏡ね。何が従業員の鏡だ、そいつは逆だぜ。そのシェフは仕事そっちのけで客を温泉に誘ったんだろ。それでも従業員の鏡か。確かポイズンスネークの証言ではシェフの方から温泉に誘ってきたとは言っていたが、シェフがポイズンスネークを温泉に誘った理由は好みの問題、恨みがあった、毒に耐性がある、毒に耐性がある。そして自分をすぐに発見して、証言をしてもらうためみたいな。そうだよ、ポイズンスネークには毒耐性があるからだよ。万が一温泉に毒が流れるようなことがあっても平気だから誘ったに違いないよ。毒耐性があろうが関係ない、わざわざ客を巻き込まず自分一人で入浴すればいいだろう。まあ犯人にされるかもしれんもんね、ポイズンスネーク。実際されとるし。なぜ客のポイズンスネークを巻き込んだのか。客にスリルを与えるため、客を殺すため、客を守るため。守るため、逆転の発想。客はポイズンスネークだけではない、他の客のことも考えてポイズンスネークを誘ったに違いない。客を守るため。客を守るだ、逆に危険な目に遭わせてるだけだろうが。ポイズンスネークを誘って入浴したのは客を守るため、その根拠はこれだ。まあ、ヘビ同時に2匹まで入れるわけやけん、他の客が入ってきてしまう可能性があるってことよね。入浴は1人ずつ、ヘビでも2匹まで、昨日も言ってたルールね。そうか、1匹だけで温泉に入ると他にもう1匹入ってきた時にその客が危険な目に遭うんだよ。ポイズンスネークと2匹で入ることで他の客を巻き込む心配がなくなるんだよ。そんな面倒なことしなくても客に一声かけりゃいいだけだろ。温泉に入るなと。仕事をサボった従業員がただでさえ小さな温泉を占拠して入るなとか言ってくる旅館、どう思う？最低の旅館だな。そういうことだよ、ムカ。だったらこの温泉は毒だからときちんと説明すりゃいいだろうが。この温泉は毒だからとか言ってくる旅館、どう思うよ。史上最低のクソ旅館だな。そういうことだよ、グー。何なの、何の漫才なの。矛盾だらけだったシェフの行動もムカデの犯行を警戒した点を踏まえれば全て辻褄が合うよ。つまり犯人はムカデで決まりだよ。死んだシェフの意思など憶測に過ぎんよ。どうしても認めないこの刑事、死人に口なし。いくらでも嘘でもれるからな。なんなんこいつは、自分の推理以外は全て嘘、全てダメって感じ。その死んだシェフの示した意思がムカデの犯行を表した6という数字だよ。数字は嘘つかないって言い出したのは自分じゃないか、ふっ。刑事までもが追い詰められる。時間はかかったけどようやく解決したよ。今回の推理は遠回りのようで、蛇行運転の要領で確実に獲物を追い詰めてたのね。これ近道やったらどんな感じでスキップされたんやろ。結局ね、ムカデが鉄格子をくぐり抜けられるっていうところで合流しとったような気がするんやけどな。そうか、被害者は毒殺されている、だから犯人を毒のようにじわじわ問い詰めたに違いないよ。探偵が死んだシェフの代わりに犯人をじっくりことこと煮込んじゃったよ。ついに黙っちゃったよ。なんとか言ったらどうなの。もう何も言えんのやろ。調子に乗るなよ、虫けらどもが。数字だけで勝手に犯人扱いしやがって。たかが蛇一匹死んだ程度で長いんだよ茶番が。自分も虫けらなんだけどね。ていうか、なんなら自分の方がじゃない。たかが蛇でも貴重なシェフを殺す罪は重いわ。それにあんたが注文したパスタの代金きっちり払ってもらうからね。あ、
ムカデがパスタをこんだけ大量に注文したことによってシェフはずっと台所におるしかなかったってこと？でその間に瓶を盗んだと。パスタなんて注文してねえわ。あんたしかいないでしょうが。パスタなんか注文して俺に何の利益があるってんだ。パスタの大量注文がムカデだとしたら、その目的はシェフを働かせるため。シェフを働かせてどうする？瓶を調達するため。そうだよ、シェフが忙しくなればその隙に瓶を持ち出しやすくなるよ。しかしそれでは矛盾が生じる。現に忙しいはずのシェフがムカデの行動の詳しい部分まで気づいているのだよ。万が一瓶に気づいたとしても、鉄格子前にムカデの行動まで気づくのは不可能だ。確かに無理な話よね。それに金にケチなムカデがパスタを大量注文するのもおかしな話よ。この事件、まだ謎が多いよ。え？おい、誰がパスタを注文したんだよ。気まぐれパスタを大量注文したのは誰だ？ムカデじゃないんや。ムカデ、ポイズンスネーク、ヘビ、大型種。ヘビ、大型種か。そういうことか。たまたまこのタイミングでやったってこと？注文してないよ。見た目で決めちゃダメだよ。してなかった？え、大量注文したのは？逆転の発想。シェフはムカデの行動に気づかないほど忙しかったのではなく、ムカデの行動に気づいたから忙しくなったとしたら、自分が死ぬ前に大量にパスタを作っておこうってこと？シェフ自身。シェフが注文？ってことは注文もなしにシェフが勝手にパスタを大量に作り出したってことかい？シェフが自分で作ったなどと何を根拠に言っているのだね。命を粗末にしない主義。ネズミやカエルが大量に現れた件ってこと？命を粗末にしない？そうか、パスタを作れるのはシェフだけってことは、シェフが死んだらパスタ用の食材が無駄になってしまう。そういえば食材は全て命から作られているとか言ってたわね。大量に出た件じゃないんか。やっぱ自分が死ぬ件ってことか。その食材を粗末にしないためにも、自分が死んだ場合に備えパスタを大量に作り置きしてたんだよ。つまりムカデの不審な行動に気づいた後にパスタを作り始めたって証拠だね。日頃の命を粗末にしなかった行動がムカデの犯行を立証したのね。何が命を粗末にしないだ。最大の矛盾が発生してるじゃねえか。どういうことよ。シェフは命を粗末にしてるだろうが。自分のってこと？自分の命をな。確かに毒音声に入る自殺行為。命を粗末にしないシェフの行動にしては不自然なのよね。客の代わりに犠牲になったとしても他にも理由があるはずだわ。シェフが死んじゃった以上、命を粗末にした理由なんてわからないよ。シェフが命を粗末にしている理由、立証するには情報が足りていないようだ。まだ立証できない。シェフが命を粗末にした理由を立証するなんて無理だな。立証できますよ。シェフが命を粗末にした理由。何急に。どういうことだい？理由は簡単。ヘビの命だったからですよ。何、ここでなんかタイトル回収きた。ヘビの命だったから？ヘビの命は軽い。粗末にしてなんぼのもの。シェフはそれを理解していただけたことです。なんだよその謎理論は。人間が怒ってくれる。君は空き缶を捨てる人に対して物を粗末にするなと注意するかな？いや、物を粗末にするっていうか、あ、ゴミ箱にってこと？空き缶を捨てるって道端かと思った。まあゲームオーバー後もリサイクルされて戻ってくる空き缶も存在するらしいが。何ゲームオーバーって。そろそろ黙れよ。ぺしゃんこにされたくなかったらな。なんであの客はあんなに怒ってんだ。話し合いはそこまでだ。この続きは食事休憩後にしようではないか。このタイミングで何、お腹空いたの？パスタの話してたから。休憩って一番いいとこなのに。そうだよ、クライマックスって時に休憩入れちゃダメだよ。せっかくの熱気が冷めちゃうよ。いや、冷めてしまうのは料理の方なのだよ。なのだよじゃないよ。シェフの作り置きパスタ食べるなら今しかないだろう。なんなの、レンジもないの？そういえば注文されたものじゃないから食堂にまだ残ってるんだよね。それだったらみんなで食べるしかないよね。
せっかくだからいただこうかしら。それでは休憩に入る。ムカデの動機などについては食事休憩後に尋問再開とする。霧の悪いところで話し合いが終わりそうです。最後に何か発言しますか。まあじゃあ一応発言内容、食事はお預けだ、今霧をつけるができない件、話し合いはこれにて終了とする。調査料払ってね。最近どう、発言することを放棄する。まあじゃあ今回は自分で終了していこうか。話し合いはこれにて終了とする。終了だよ。一度解散して食堂に移動するよ。このまま食堂へと向かいます。みんなでパスタ食べるよ。気まぐれパスタには材料によっていろいろな種類があるから好きなパスタを選んでね。HP30 回復、経験値プラス5000、最大 HP 食欲最大値5ずつ上昇、腕力知識推理一時的に10ずつ上昇、食欲100回復。どうしよう、腕力知識推理一時的に10ずつ上昇使っとく。全員分行き渡ったから食事開始するよ。それと容疑者の向けてにはフォークを渡さないでくれたまえ。凶器に使われる危険もあるからな。まだ俺が犯人で決まったわけじゃねえだろ。どの道あんたには手がいっぱいあるんだから手で食べなさい。それじゃあ食事始めるよ。開始だよ。食後にストーリーが進行します。ってことはまず、ここはセーブができないのかい。うわ、しかも出させてくれねえ。あ、セーブ受け付けてくれる。ちょっと待って、他に見てからとかにしよう。スキル割り振り、一応ここで最大 SP は増やしとけるよね。めっちゃレベル上がっとったやな。キャンセルボタンを押しっぱで会話の早送りができるよ。ゲームオーバーになったりで同じ文章をスキップしたい場合に利用してね。せっかくのパスタも水の対面で食べると美味しさ半減ね。確かに嫌だ。食事が終わったら向かっての動機の追求だよ。もぐもぐパスタは美味しいな。もぐもぐパスタは美味しいな。同じこと言ってる。警察はこんな時でも向かっての監視を緩めるわけにはいかないんだよ。まあみんなに囲まれとったら大丈夫か。あ、待って、食事したら進むんやっけストーリー。じゃあセーブ、ゆっくり食べていってね。